加えて、自分が危害加えられたらダメでしょうって言ったらやばいですよね。いや、でもいそうなんですよね、さっきのゲームでね。怖いですよね。変なプレイをやらないことよ。大事村人で泣いてる人の気持ちも考えられないようになるな。わあ、またこれなの？さあ、何？お化け屋敷方式。びっくりさせる専門？あ、犯人がやべえな、これ。そんな、びっくりさせるお化け屋敷方式。なんか犯人にやらせないと、そんなことない。こう回らないと、ここに残るの。そうじゃん、もう。あ、こんにちは、頑張ります。やば、やばいよ。人間を逃がさないと、やばい。ガズリになりそう。なんだよこれ。なんだよこれ。お化け屋敷方式。お化け屋敷方式に対して。疲れんな、お化け屋敷。じゃなくて、本当にやろうとしてんのかね。びっくり、お化け屋敷びっくりショーじゃなくて、本当にやろうとしてるんでいいんだよね。それこれ買ったら喜んでいいんだよね。お化け屋敷びっくりショーじゃないよね、ほんとに。あ、消えた。けど、あと上げとくか。バーチャー使って。頑張ります。本人は気づいていないか、大変なことに。ああ、もう。これあれか。ナイスだ。アドベンチャーあったら回そう。おお、半分回さないと。耐久時間を使って回すしかない。ほい。こんなんでセルキャロってるやつになるの。楽しいわ、セルキャロ。耐久時間を使えばいいので、セルキャロって。電気触れよ、まず。ルーキア打ってるおじさんがまず開けるわ。
食ってるならもうちょっと、どこ行ってんのこいつ。発電機回す気こいつ。いやー、呆れるわ。この盤面、血族で見えてるよね、あんた。これ、負傷だよね。いやー、ジェフ・ヨハンセン使えねえ。ジェフ・ヨハンセンがやばすぎて言葉でね。いやー、ほんと、こうやって発電機回さねえんだよな。鬼どこに来て発電機回すとか使用するとか気持ちゼロだろうね。駅のプレイヤーと行くん。いやーゴミプ。もう呆れ返る。ここ回してから治療でいいだろう。この意識のゼロさ。具合が悪い。だから、救助にも行けない。ほんと呆れ返るわ。いやー余計なことやんないでくれー。こいつがお荷物だろ？こいつがお荷物なんだよ。余計なことをやったら負けるんだよ。いやーもうよー。こいつがお荷物なんだよ、チームの。余計なことをやるなっつってんだろ。もうさあ、ジェフ・ヨハンセンが使い物にならんのだよ。もう余計なことやめてくれ。発電機回さねば勝てない。なんで無駄なことをしてその時間を使えねえんだよ。その時間を使うのなんだよ。発電機を回すために使うんだよ。なんで下手なんだよこんなによ。発電機回すことができないんだよ。はい、もうフェンミンの大失態。あの時間を使って回せばいいんだよ。使えないんだわ。優秀なやつは発電機を考える。ナンバーワンプレイヤーヒルちゃんってのは発電機が全てなんだよ。使えないプレイヤーは救助なんだよ。救助単品。発電機のための救助だからあのプレイヤーはいらないんだよ。発電機は回せねえんだよ。要するに簡単に言うと、あいつのプレイのせいで、あのフェンミンのせいで、あと1台回せばいいのに。ここじゃない。どこだ？あ、ここなんだ。お前のせいだろ！お前がしたことだろ？釣らせりゃいいだろ！耐久時間使って発電機回せよ、まず。なんでこんな下手なんだろうな。発電機回すことなんだよ。救助じゃねえんだよ。早えんだよ。
時間がねえんだよ、このプレイは。早えんだよ。回してからなんだよ。使えねえな、時間の使い方もできねえプレイヤーってよ。ダメなやつの特徴だよな。早いんだよ、下手なやつの特徴。安全救助も、あの発電機のことも考えない。これがヒロジャンス、ワールドクラスナンバーワンプレイヤー、デッドマンの10番エース。もう味方のミス、フェンミンが一人よがりのプレイ、下手なやつ。俺がこんな怒ってるぐらいのミスの連発。発電機回してから行けよ、行くならば。下手なやつは発電機のことなんて考えない。ただ救助単品。このフェンミンは下手なんだろ。俺は上手い人は発電機のことを考慮して救助行くんだよ、行ってんだよ。動画で見てればわかるでしょ。これぐらい回ったら行く、これぐらい回ったら行くって俺いつも言ってるじゃん、口で。そういうことなんですよ、うん、フェンミンが中盤に大失態してんだよ。もうゲームが崩壊するレベルのことをやってるんだよ。そこ立て直したんだよ、ジェフ・ワンセット俺で。フェンミンのプレイは一人よがりなんですよ。あれはいらないんだよ。安全に救助するか何かでいいの。フック前でやられることは意味がないの。意味ないの、本当に。血族で見てたら、ジェフ・ヨハンセンの向き見た瞬間にやばいって決まってんだろ。で、俺が負傷のあれで、救助行かないでこっちの発電機に戻ってるようなやつだぞ。エンミン狙われてる状況でも救助行けねえやつがいる状況でやるプレイじゃねえんだよ。エンミンに言うか、これ動画見て勉強しろ。ジェフ・ヨハンセンは救助意識が薄いだろ、使えねえだろ。で、もしフェンミンがああいう風にやらかしたらどうすんの、負傷の俺、ジェフ・ヨハンセンの救助行かないやつ。無理じゃん。だからなんだよ。俺が負傷、ジェフ・ヨハンセンが救助入れないやつなんだよ。結束であれ見えてて、手も、左のあれを見ても、行かなくて、度肝抜くレベルのやつなんだわ。緊急事態だから入ったみたいな感じの。つまり、そういう人が、二人抱えてるわけじゃん、負傷の俺。救助も行けないジェフ・ヨハンセンって抱えてる血族があって、左側でフェンミン狙われていても入らない人がいたわけでしょ。リスキーなんですよ。元気なのって、要するに元気で救助行けるのはフェンミンだけなんだよ。だからあのプレイはやってはいけないんで、絶対離れるんだよ。モレルの時間を使ってやればいいの。発電機を回せばいいんでしょ。モレルの耐久まで入れてる間に発電機回せばいいだろ、別なってことは。その時間も作れないの、強引なプレイで。自己満プレイよ。自分さえ良ければいいってプレイで、チーム全体の発電機を回すことにとか状況があるんですよ。負傷の私、ジェフ・ヨハンセンがあの状況で行けない救助に、そんなのを抱えてる状況で唯一救助に行ける人があれをやってしまったらチームが崩壊するんですよ。だから怒ってるんですよ。状況が読めてないんですよ、この人は。イノシシみたいな感じなと思いますよ。目の前の救助、救助、救助って。目の前しか見えてないんだよ。ヒロちゃんってもう全体を捉えていってるんだよ。なんでやってはいけないかって、いや、ゆっくり説明できるから今するけど。俺、負傷、ジェフ・ヨハンセンが、救助いけないタイプだったから、フェンミンしかいけないから、フェンミンが安全策取らなきゃいけないんだよ。
あの状況を作っちゃいけないの。便秘が倒れるっていうのは。俺たち二人が元気だったらいいんだけど、元気で救助行けるタイプならいいんだけど、わかんないじゃん。本当に言ってくれる人か、ジェフ・ヨハンセンが。周りを見なさい。この人に言うと。スーパーエースはまた勝たしたけど、周りを見なさい。視野をもっと広げてやるんだよ。ゲームは。人とゲームをしてるんだよ。自分がそれをしたいからやるんじゃないんだよ。人を見ながら、必要だから足りてないから補ってやるんだよ。全部いつも補ってんだ、全部俺は。だから俺は七色みたいな感じなんだ、毎試合毎試合。うん。すべて七色なんだ、そのゲームがゲームごとに。変わっていってんだよ、不思議なことに。人を見てるんだよ。人を見なさい、ちゃんと。しっかりと。状況を見なさい。そしてゲームしなさい。そうしないと大失態です。自分しか見えてないんだ、多分この人は。イノシシみたいに前しか見えてないみたいな。横を見なさい。上を見なさい。下を見なさい。もっと視野を広く見ないと危ないですよ。まあ、勝ったからいいんですけどね。うん。視野が狭いってやつだよ、多分。視野が狭い。俺が広すぎんのかもしんないけど、人まで見て人の性格まで分析しながら、ゲームを行ってるみたいだから。普通の人ってそういうのやらないのかね？僕だけなのかね？そういうふうにやってる人って。この人はこんな感じの人だから、行動から見て性格とか見抜きながらやってるよ。そんなことやってないのかね？他の人がね。そんなこと普通はやってると思って、普通に空気吸うようにやってんだけど。空気を吸うようにやってますよ。当たり前だと思って自分は。でも他の人って何も考えてねえのかね。あんなもん俺。